倒れながら足を出していきました。ジオバンニ、カメラつながって川上誠司、ファーサイド1人上がっている、ボレー平石、追いつきました SC 相模原、最後は平石。完全にフリーになってました平石、今シーズン初ゴールになりました平石。川上も、まあ、3人プレッシャー行ったので空いてしまったのと、ここは伊藤が運んでいきます。大外に平石、平石1対1抜けてくるか、平石のクロスボール、大石が来た、さあ抜けてくる、幸恵が来た、ここは一度収め直し、田村、小牟田もいますが、田村から奥の小牟田か、小牟田のシュートだ、ボールを拾って川上上げてくる、ゴール前構成になっている、飛びさシュートできない、平石シュートブロックした、こぼれたところ最後平石のシュートでした。高い位置でボール奪いに沼津、それをかわして逆サイドに振る相模原、平石足元ボール収めた、そして思い切って狙っていきましたがポストの左です。三重のポジションを少し見て平石の右足狙っていきました。伊藤大輔はここまで全試合スタメンでしたけども、今日はベンチスタート、そして今途中出場となりました。水野は、3試合ぶりの出場になります。スローインからジョン・ガブリエル、そしてシュート決めていきました。最後決めたのは平石です。3番の平石です。このスローイン、ジョン・ガブリエル、そして平石が落ち着いて決めていきました。梅井のスローイン、ジョン・ガブリエル頭で落として、最後は平石、相模原追いついて2対2です。ゴール前落ち着いていました。相模原ボール持ち込む、平石のシュート、あっと枠捉えられません。逆サイドには大石もいました。末吉は左に振る、平石はどうするか、右足シュート、これは大きく外れています。伊藤が入れてきます。近いサイド、ジオバンニを狙った、こぼれたところシュートだー、ミートをしたシュート、クロスバーを越えていきました。平石です。川上誠司上がる、ジョン・ガブリエル中央、クロス入る、流れて平石ゴールだー、相模原同点に追いつきました。平石の同点ゴール。一三右サイドからチャンスを作って、ここも川上誠司からのボール流れたところ、大外で平石、平石の今シーズン3ゴール目。さあ阿部が、失礼、伊藤がボールを収めて、ファーサイド、平石、平石が決めた、平石2戦連発、これは相模原にとって大きな大きなゴールとなりました。前半の38分、よく伊藤見ていました。そして平石、最後点で合わせた、ニアサイドを打ち抜いていった平石、見事なゴール。やや傾きかけた流れを戻しました相模原、これで4対1です。三沢から左サイド持っていって平石、開いて待っています。野村との1対1、平石カットインしてきてシュートを狙った、コースに当たってこぼれ球、平石のシュート、こぼれ球、川上押し込みましたが、富澤からの大きな展開、ここやはり周りに味方の選手は寄らずに、もう1対1を仕掛けさせます。そしてこれまで縦に多かった平石でしたが、ここは中にカットインをしてシュート、ちょっとアウトにかかって逃げるボールになりました。ゴールの前まだある、叩きつけたエリアの中からシュートまで持っていける、先制は
は相模原、平石決めました。なります。やはりセットプレーからの得点ということになりました。カメラのシュートはヒットしなかったんですけれども、ただこれがちょうど平石の前と。中に入ってくる、落としたゴール前、フリーになった、ここはゴールキーパー北野、素晴らしい反応を見せました。これ先ほどのシーンです。水野のロングスロー、スルーしてスルーしてファーサイド押し込んでいこうというところ、北野これは反応もありますが、今ビニシウスが倒れて今立ち上がりました。川上チャンスになる、川上のクロスファーサイド、平石左足合わせましたが福村がディフェンスに行きました。さあご覧のように FC 相模原コーナーキックチャンスになるとタオルマフラーを回して選手を鼓舞します。ヘディングでクリア、森島、平石のシュート、素晴らしい反転からのシュートを見せた背番号13平石直人、今シーズン6ゴール目。コーナーの一旦は森島クリアしたんですが、ここの位置ボールを奪ってターンをしたところ、左足で逆サイドのサイドネットを突き刺しました。素晴らしい軌道。